今日はゆうごんちにたけのこ掘りにやってきました。皆さんお久しぶりです。じゃあちょっとまずたけのこ掘りの仕方を伝授するね。はい、どうせ動画にも残るし、うん、周りにも説明するから。なんかこうやってるとまだ4月上旬だから、うん、完全にこうニョキって出なくて、うん、こうやって掘ってるとこういうのが出てくるから、あとはこれを周りをちょっと掘っていく。こっちでやってみるか、ね、なんか根っこがすごい、うん、なんかそっち返し、化石みたいに出てきたの。そういう動画じゃないんだけど。なんか周りが難しいのこれ。うん、あもう。あ。これめちゃくちゃ難しいこれ。そうだね。おお。おお。丁寧に。ちっちゃい。周りが硬い。なんか。ほらでも。結構綺麗な。うん。すごい。ね、立派だね。でこれ掘れば掘るほどさいいからさ、うん、こういうなんかあんまり出てないやつだとまた新芽だから、うん、すごく柔らかくて、うん、美味しいらしい、からでこれどっちから掘るのか忘れた。なんか言ってたよねじいちゃん、ね、こっち側から掘るか、うん、こっち側のとんがってる向きに向かって掘るか、うんうんうん、でもこれなんか面白いのがさ、うん、あのここに根っこめっちゃ張ってるじゃん、うん、だから多分こっち側に向かって生えてたんだけど根っこでこう邪魔されててここから縦になってる。あ、こうね。そう曲がってる、うん、という感じで。なんかね動画撮られてると思うとなんかちゃんと解説モード入っちゃったちょっと意識しちゃってあのテッテレーまで行きたい。テッテレーまでね。じゃあまずとりあえずその3人今今日は3人参加してるんですけど、はい、ちょっと1人1回ずつやるっていうことで僕が1回初回のてってれいを語りたいと思います。はい、いやでもなこれなこっち側から行きたいな。でもまだ行きたいんだよな。欲が出るな。もうちょっとこっち行きたい。ここは硬い。硬いのがなんかあるんだよね。ゴリゴリ言ってんね。そもそもなんかさっきの化石の続きみたいのがさ、もうここでいっか。やっちゃえ。でじいちゃんが言ってたけど一発で決めろって言ってたよね。言ってた。いや一発で決めろ。皆さんな。言うそうだっけ。よし。よし。ここら辺行くわ。はい。おお。まあまあじゃね。てってれゲットあ、そんな綺麗にスパって取れるんだ。あ、結構いい感じだと思う、これ。で、これをこう。おいしそう。これを、まあ、外側をこう、剥いていくと、産毛の、かわいいタケノコちゃんが、見えてくるわけですね。で、その産毛の葉っぱに、梅干し包んで、チュパチュパすんだよ。え、そうなん？うん。え？どういうこと？おやつ代わりに。そうなん？うん。昔の人？前よく食べてた、ちっちゃい頃。そうなんだ。うん。で、これさ、結構、その、なんていうの？
この皮剥いていく段階でさ、うん、あのタケノコなくなっちゃうんだよね、うん、だから結構大きいやつじゃないと食べるとこなくなっちゃうからポイポイポイ残骸。いやこれでもなんか食べるところ全然ないな。完成。あ、一応そこは食べれるんだ。うん、ここはもう食べれると思う多分。てってれということで、それはみんなやろう。はい。すんだよ。言ってんな。見て、タケノコ見つけた。はい。よし、やっていくぞ。まずは周りからね。うん、根っこはちょっと多いんだよね、ここ。昨日放送でさ、うん、女化け竹の公園のやつやってたんだけどさ、うん、侵入で、うん、行ったことある？ないない。なんかすごいらしいよね。すごいらしいね。今ちょっとあの竹の子さんの頭結構あのガリッごめんごめん、カズちゃんみたい。竹の子さん彼だ。疲れた。うん、はい、頑張ってください。ちょっと見つけて、そこ行く？こっちだな。待って、じゃあ、いいショットを撮ったけど。あ、ごめん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 、はい、ガッシャガッシャ、行くよ。はいよ。あー、一発で決まった。おー、すごい、てってれー、すごい、これは、これはすごい。イエーイ、すげーすげー、超すごい。でかい、すんちゃんの顔ぐらいある。え、すんちゃんの顔ぐらいある。あ、でかいわ。そしてこれでかい。こんなこと言ったらリリーが言いづらいだろう。でかいって言いづらくなる。いやだからそういう流れをいっぱいやってる。どうにかしてディスらせるっていう。前ね、包丁持ってきたんだよね、確かね。ああ、持ってきてた。半分に切ってってやったのね。あ、マジ？よく覚えてるね。うん、テテレ予習してきたの？予習してないけど、確かそんな感じだった。なんか三角の物体をただコロコロ転がしてる動画にしか見えないんだけど、これ。うん、なんか。てってれー。きたー。ラン、ランララランランラン、ラン、ランラララン。キモいここ。ランラン、ランララランランラン。愛の手でキモいなぁ。キモ。怖くない。怖くないよ。いやもう完全にさ、これ、ジブリに出てくるモンスターなんだけど。はい。はい。3本目、3本目に言うよ。デュオリンゴ風じゃない？デュオリンゴ、イゴシ3本目に言うよ。あの、やな、韓国語勉強アプリのその言い方の真似。チルムン足してもいいんだ。チルムン足してもいいんだ。全然わかんない、適当に言ってんだけど超ありそうじゃない？ありそう。似てる。チルムン、チルムン。ドアが閉まります。あ、そうです。そうだ、すごい。ドアが閉まります。それだけ覚えて。そう、韓国語で地下鉄バッグ持ってたから。うんうんうん。そう、それを。だからかすぐとっさに出てきたのこれ。なんかそういうことだよね。赤ちゃん風のさ、うん、覚え方ってさ、うんうん、もう音で覚えちゃってるからさ。そうだね。もうなんか勝手に言いたくなるの。できるかな。できない。ちょっとできない。ダサい。合ってんのこれ。うん？まず土をどけていく。そう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 、どけていく。ひたすらどけていく。根っこだからさ、ちょいとさ、ちょいとさ、ちょいと開けながらじゃないと。うわっ！もうちょっとこっちも出して。え、この辺？うんうん。思いっきり。頑張れ！超思いっきり。
ダメだ。いけ。えっ、おお。お、でかいんじゃない？結構。ね。お、すごいね。イエーイ。あ、ごめん。カブつっちゃった。てってれあ、なんか動物みたいだね。毛生えてね。そうそうそう。名前つけるじゃん。名前つけよっか。何がいい？なんだろうな。オズワルド。強いね。超うまい。どっちも震えてる。ホランギ。違うけどね。てってれーからのじゃじゃーん、こんな取れました。なんかちっちゃい若竹会、間違えた。若竹系のやつもいっぱい取れて、はい、こういうでかいのもいっぱい取れて、もうこういうちょっとヤバめのジブリものも取れて、はい、ということでこんなに取れました。1時間の作業でこんなに。結構適当だったけど、たくさん取れました。はい、お後がよろしいよね。いいよいいよ。柔らかくてさ、よく伝わるかしら。あ、でも超柔らかい、超柔らかいよ。なので刺身で食べれるのかという、えぐみチェック。でもこれさすがにさ、こっちの方ってえぐみあんじゃないの？内側だったら大丈夫。あ、真ん中、真ん中スイカっぽくね。うん、いやー、すげえ。甘い。え、嘘でしょ？美味しい。嘘でしょ？本当に全然えぐみない。本当に言ってる？うん、いや、スーちゃん何でも食べれるからね。いける？食べたい。真ん中。いけるかね。いやー、それ行き過ぎじゃない？あ、本当だ。ね？うん、嘘でしょ？甘いよね。あ、ちょっと後から渋み、うん、渋い感じするけど。いや、だからちょっとすんちゃんの舌がバカだから。あ、湧いてきた。これさ、ちょっとさ、丸ごとだと時間かかるからさ、今から茹でます。ねえ、やっぱあるよね。ねえ、やっぱあるよね、これ。あるある。あ、ありがとうね。これを洗って入れればいいですか？柔らかい。これ何分茹でるかな。米粒を一つかみ。なんかジャガイモちらほら出てきた。マジかよ。イエイ。見て、アクすごい出てきた。本当だ。